せーの、はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらでございますね。うん、手裏剣戦隊忍忍者の変身忍び刀忍者一番刀です。はい、こちらは忍忍者が変身するための変身アイテムであるんですけども、うん、プラス武器だね。うん、あと、必殺技を出したり、お供人のロボットを呼び出す召喚ができますね。うん、はい、なかなか機能満載の刀なんですけれども、うん、ちょっとね、見た感じ分かる通りですね、ちょっと短いかな、うん、感じがしますけどね。うん、とりあえず開けてみましょうかね。うん、はい、いくよ、はい、せーの、よいしょ。おーおーおお、またあの忍忍道場のあれが入ってね、あと説明書ですね。これが忍者一番刀と赤忍者処理券か、うん、取り出してみてもらえますか。はい、じゃあまずもう一番忍者一番刀からいくよ。せーの、おー、パパは忍手裏剣取りでしょうかね。はい、こんな感じ。おお、忍者一番刀から次。おお、そうだね、忍者一番刀だ。こちらが忍者一番刀ですね。こんな感じですね。この丸いところに忍手裏剣差し込む感じかな。ね、でこれが、変化の赤いボタン、これが技の青いボタン、でこれが召喚の黄色いボタンだね。刀こんな感じです。裏側はこうかな。そうだね、ここにスイッチがあるね。それでここに電池を入れるみたい。単4電池2本必要だって。はい、そしてこちらが赤忍者手裏剣ですね、付属していたやつ。裏側はこんな感じです。で、絶縁シートを早速取ってみましょうか。せーの、よし、よし、ではちょっと音を鳴らしてみようか。はい、これはなんか手裏剣投げた時の音かな。うん、もう一回やってみるよ。あ、これだけだね、音は。なるほど。これ外すこともできるんだよね。ボタンを押しながら外す、あ、押して外す。まずブレードとこは分かる。ブレードとこは分かるね。うん、でブレードセットして、赤忍者手裏剣。ああ、そうだね、これでいいわけだ。うん、うん、ではこちらの忍者一番刀の方に早速電池入れてみましょうか。うん、はい、それでは電池を入れてみました。うん、電源を入れてみてください。はい、せーの、これだけか。うん、チュイーンってやつだね。これなんかボタンがあるね。うん、これちょっと押してみてくれる。はい、あー、これ斬撃音が出るから、うん、押してみて。では、まず変身をしてみましょうか。うん、変化か。うん、じゃあ変身を押してください。はい、変じゃ。練習とはせん。これ回す。すごいな。音がでかい上に長いね、変身までね。うん、こっちの忍者一番刀からも音声流れてて、忍手裏剣からも音声流れてたね。うん、じゃあ次は技をやってみましょうか。はい、なるほどね。なるほど、これで必殺技みたいな感じか。うん、じゃあ最後に召喚やってみましょうか。うん、まず召喚するときはこの忍手裏剣外して、うん、で召喚ボタンを押そうか。うん、召喚ボタン、うん、でこれが手裏剣陣についてきたやつだね。うん、で回す。あ、で押すのか、せよ。押して。おー、なるほどね、これで忍び丸召喚か。うん、なるほど、あれ、これ忍び丸しか出てこない感じ。うん、他のドラゴン丸とかダンプ丸とかビュン丸とかワン丸はどうなの、これ。そうだよね、まさか別の手裏剣が出てくる感じ。あー、やっぱりね、多分ね、そうだよな、そりゃそうだよな。うん、なるほどね。うん、
回押すと、ワンマリオ。でもう一回また押すと、ワンマリオ。なるほど。で最後がユンマル。ユンマル。あ、よかったわ。よかった。びっくりした。でもう一回押すと、ああ、なるほどね。はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーの変身忍び刀忍者一番刀でした。